は、東山道インサイドニュースです。本日も木村かな子がご案内いたします。ニュージーランド出身の武道学者で関西大学教授のアレック・ベネット氏が東山道を訪れ、剣道防具や刀剣工房の取材をされました。ベネット氏は世界中の剣道家に愛読されている英語の武道専門誌剣道ワールドの編集長でもあり、東山道について語っていただきました。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰。ご無沙汰です。今日はようこそ東山道に来ていただきました。ありがとうございます。アレックさんとは実業団でね、はい、稽古も試合もやって、確か、もう数年前ですね、試合、今どうでしょう、1勝1敗1分けですね。ですね。本当に五分五分だもんな。五分五分。いつか決着をつけなあかんと思いながら。それこそ京都大会になるから。まあ今東山道ね、外から見てというか、海外の剣道家として見て、まあ東山道のその動き取り組みっていうのに何かこう、まあご意見というか思うのがあれば、お聞かせ願いたいなと。まあでは東山道との付き合いはですね、まあ個人的に非常に長くて、林さんが入ってくる前だったんです。そうですね。ちょうど剣道ワールドっていうその英語の、はい、剣道の専門誌ができたのがいつだったっけな、2001年ですね。ずいぶん前ですね。でその時はもうまあダメ元に東山道に来てですね、こういう雑誌を出すんで広告出していただけないでしょうかっていう。お願いしに来たんですね。とても、まあ、協力的で、はい、そういう助かりましたが、そのおかげでね、まあ、この長年、剣道ワールドをずっとね、出版できてるんですよ。だからとても、ね、まあ、感謝して、うん、東山道っていう、まあ、一つの、信頼できるブランド、になっていますね。うん、けど今はもう東山道だったらもう信用できるっていうことと、あとはやっぱそのイメージとしてですね、まあ、なんて言うんでしょう、やっぱいろいろね開発しようとするタイプですかね。だからまあ剣道っていう剣道の世界というのは、まあ、どっちかというとちょっと閉鎖的な部分がありますよ ね、うんうん、ね。だけど、まあ、東山道は、まあ、それを分かった上で、上手に、ね、まあ、例えば防具の形から、うん、素材まで全ていろいろ少しずつ開発していってですね、やっぱり多くの、まあ、剣道の人にとってはですね、非常にプラスになっているという、だから、伝統を守りながら新しい伝統を作っていくっていう、そういうイメージが強いかなと思います。うん、やっぱりね、もう一つね、面白いのはね、やっぱりこの店ですね。まあ、この、まあ、これが、まあ、ベースになるでしょうけれども、本部ですよね。はい、他の武徳殿の近くにも、ね、はいはい、店もありますし、刀鎧のショップもありますし、だからそれがすごくね、日本にやってくる外国人の人たちがね、店に来るのがすごく、ね、楽しいというか、まあ、いろんな商品もありますし、例えばこういうショールームもあってですね、それを実際に見ることができるっていう、まあ、一つのね、こういう言い方をしてもいいかどうか分からないけど、外国で剣道をやっている人たちの、まあ、一つの観光スポットになっちゃってるんですよ。そうですね。なんかそのずっとこう回っている中で東山道が組み込まれているっていう話を聞いたことがあるんです、ええ、間違いなくそれがあるんですよ。ああ、そうなんですね。うん、だからそれはまた他の、まあ、そういう、ね、剣道具とか専門として作ってるところにはなかなかないことだったそうです、ね。うん、とてもだから日本に来るっていうか、剣道やってる人が日本に来るっていうのは夢なんですよ。ああ、そうなんですね。だから当然京都に来たら武徳殿、ね、あの歴史的な、ね、道場に行って、はい、 そうですね、それで、まあ、東山道の店に行くというような、うん、まあ、一つの修行コースになっているような感じなんですよね。それは、うん、それをよく聞く話なんですよ。はい、うん、まあ、実はちょっと数ヶ月前に日本の全日本クラスの、はい、ジャパンクラスの選手たちを、まあ、5名招いて、はい、練習会をね、はい、東山道で、はい、武徳殿でやったんです、はい、でそこにも、まあ、海外のお客さんをちょっと一人なんですけど、フランスから招待して、はい、開催をしたんですけども、まあ、現在現役で活躍している選手に会う機会っていうのはほぼ海外の人にはまあないような状態で、はい、
でこういったものをこう企画をしてね、あの海外でも登山道が主催であのセミナーというかその稽古会、練習会を開けばやっぱりあのまた海外の人たちにも喜んでもらえるんですか。はい、いや、間違いない、うん、それこそ、まあ、登山道でそういう企画をするということはとてもね、あの注目されると思うんですよね、うん、まあ、あの今後ね、そういうことをあの登山道の方で、まあ、あの企画をしてこれからも、まあ、海外に対するその普及発展のためにあのやっていこうと思ってますんで、剣道ワールドの方とねこうタイアップしてあの、まあ、そういった練習会ができればと思ってますんで、その時はぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ベネット氏は剣道練習の7段薙刀5段居合道5段であり、第5回世界薙刀選手権大会では男子個人の部準優勝を収める成績の実力者です。でも普段はとても気さくで優しい人柄でとても人望が厚いと武道家からよく知られています。次に京都武道具店舗の話題です。東山堂は西陣本店の他に武道具店の近くに2店舗営業しており、刀剣甲冑専門店の正午院店と剣道具を中心とした京都武道具店があります。武道具店で練習をしている剣道家からとても人気の高いこの京都武道具店のスタッフにお話を聞いてみました。そうですね、主に今剣道具を取り扱ってるんですけども、まあ、あの綿紐や、まあ、市内の付属品といった小物からですね、まあ、防具一式といったあの高価なものまで取り扱っております。一番高い剣道の防具で、まあ、オーダーの商品になってきますともう100万円近いような防具とかも取り扱っております。非常に、まあ、年齢的に若いお客様からご年配の方まで来ていただいてます、ね、特徴はもう気軽に立ち寄れるようなお店をコンセプトとして考えています。商品多いしとか安いしとかでこういっぱい相談も乗ってくれたしみたいな感じで言ってくれはるときはすごい嬉しいですね。明るく元気な挨拶と笑顔での対応を徹底すると、来ていただいたお客様に、喜んでいただいてまた来たいなと思っていただけるような店作りを心がけております。結構みんなそのアットホームな感じで若い人も多いんですごく入りやすくてで、まあ、楽しくさせてもらってますね。やっぱり強みのある商品もあるんですけども、一番心がけてるのはやっぱスタッフが若いのでどこのお店にも負けない元気でお客様を出迎えるっていうのを心がけてますね。やっぱもう帰ってもらうときに満足感をこう持って帰ってもらうのが一番嬉しいですね。求めてた商品がこうやっぱちゃんとこう買えてっていうのがいいと思いますね。なんかその求めてた以上にプラスアルファ何かあればもっと満足してもらえるんで、そのプラスアルファができるようにっていう感じですね。そうですね、観光名所である慶安神宮とかあと武道センターの近くにあります。緊急に市内が必要だったりとかあと紐が切れたりとかそういったお客様もよく来ていただいてます、はい、その場で買ってすぐに武道センター近くなんで武道センターで、まあ、あの剣道するからっていうのでその場でもう初めて剣道される方だったんですけど、防具を揃えてそのまま着替えて武道センターに駆け込んで行ったお客様いましたからね。それは驚きました。ああもうよく来ていただく観光名所なんでもうかなり剣道関係ないお客様でも立ち寄っていただいたりとかしてますね。通じない時はもう身振り手振りパッションでって感じですね。期待を裏切らないようにお出迎えさせていただきますのでありがとうございました。私もよく京都武道具店を訪れるのですが、いつも明るい雰囲気でお客様も楽しくお買い物をされています。皆様も武道店を訪れる際にはぜひお立ち寄りくださいね。それでは今日はここまでとなりました。また次回をお楽しみに。